ありがとうございます。今回はゼルダの伝説不思議の木の実時空の書を、ゲーム実況していきたいなと思ってます。あのですね、珍しくめちゃくちゃレアですね。本当に僕からしたらおはようございます。起きたてなんですよ。まあ、小1時間ぐらい昼寝した後って感じなんですけど、全く頭が働いてませんね。あ、でもこれもうこの画面見て思い出したパッド、シメトリ村ってところに来たんだ僕たち。でも火山噴火してます。シメトリ村のから、いや、うるさ、外すごいうるさい。ちょっとしたね、余談っていうかあれなんですけど、とうとう 3DS の A ボタンが効かなくなる夢を見てしまいました。と言っても先ほどの昼寝で見た夢ではありません。ちょっとややこしいんですけどね、おとといぐらいに見た夢で、はい、もう完全に A ボタン効かなくなって泣いてる夢見ました。で、こう、さっき昼寝、小1時間のこの昼寝で見た夢なんですけど、なんかペットショップ、ペットを飼う夢かなんかで、豚のペットは人気ですって見せられたのが虎だったっていうような夢だった気がする。本当に意味わかんない。こっち行ってみたらいいもの。ここさ、泳げるというか歩けるじゃん。むしろ危ないな。ゾーラを倒した。あ、ここ戻れる。これ今だろうな。今に戻れるんだろうね。これは、なんかそうだ、なんか壁を登らないといけないかなんかっつったらな、時の流れは大地の形をも変える。そうだよな、この水歩けるのは分かったけど、そうだ、なんか壁を登らないといけないっていうのはやんわりと覚えてますよ。じゃあこれちょっと行ってみましょうか。いや、 A ボタンの効き、なんかもう効かなくなる夢見たって言った手前、めっちゃ今日すごい機嫌いいんだけど。あるんすよ。あ？あ？なんじゃ、すごい入れ替わるな。距離的に、多分、このリンク君の頭身からしても、1メートル、え？ああ！びっくりした。よせな、こんなところで何してんだ？ごめん、ちょっと名前思い出せない。誰だお前。俺はこの辺りの山に調べを研究しているじいさんが隠れ住んでいるって聞いて探しに来たんだ。山のどこに隠れているのかはわからないんだけど、そのじいさんならネイルを助け出すためのヒントを知ってんじゃないかと思ってよ。この山のどこか絶対に見つけてやるぜ。じゃあな。ん？なんか調べ？調べって、なんか、ん？あ、家に入れるな。時々山の上から音楽が聞こえてくるんだ。でも行ってみても何もないんだよね。え？山の上ってさ、違うな。あ、でもなんか市民ホールみたいなとこ入れる。ここもまた。あいたたた、参ったな。傘の爆弾で飛んできて岩にぶつかっちゃって怪我しちゃったよ。怪我で済んだん？我田身の無の身なら反対側の兄貴が持っていいよ。あ、マジ？あ、そうだよな。なんか新目、危な、マグマに入りそうになった。そう、なんかね、コメントで、すごい助かったんですよ。わー、降ってる。やべ。コメントで、初めてハッとしたのが、これ、シメトリ村？何シメトリと思って僕、剣振りかざしてる。暗黒の塔がだんだんと完成していくたびに、このたびにも村に、かれんな星返せね。身の物身が割れて、村のバランスが崩れて、ついに爆発したのさ。俺がリビアのところにこのミノムの実を持っていけばいいんだけど、俺だけは村を出るわけにはいかないんだよ。なんだってここはシメトリ村。そう、右と左は全く同じでないといけない。そう、僕ね、オシメトリ、赤ちゃんのオシメトリ村のことかなと思ったら、シンメトリがシメトリってこうギュッとなったって、あ、なるほどなと。弟が怪我で動けないから俺も動くわけにはいかないんだ。兄弟の片方だけがどこに行くと左右のバランスが崩れてしまうんだよ。あー、誰かー。そうだ、君なら掟を無視して村から出られるじゃないか。身の無の実をリピアの元へ持って行ってくれないか。いい、もちろん。おー、そうか、じゃあ任せるよ、ありがとう。リピア、村の南にある復元の壁、村の南、そうだ、下だな。登ったところに住んでいた、それじゃあよろしく。身の無の実は元に戻った村の真ん中にある家に戻しておいてくれ。
ちゃんと台座の上に乗せてくれよ。みのむのみー。うわ、なに、パプリカみたいな形だった。結構おぞましいですよね。ここにもじゃあ赤ちゃんがいるの？いた。え、洞窟の入り口？火山が爆発しちゃって特に溶岩の下では火山がなんとかなればまた入れるようになるのかな。あ、そのね、わかった。火山の中があれか、レベル4ダンジョンか。とりあえずミノムの実をいただきましたんで、南にあるというその痛いんじゃよ、痛いんじゃよ。あれ、反対側？あ、さっき聞いたら、え、左側のさ、え、話聞くタイミングによってない、変わってくんの？こっちじゃなかったべ、持ってたの。おー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 おお、まあいいか、これ持ってじゃあ。え、一回さ、あんちゃんに会っとかなきゃいけなかったっけ？あのね、忘れたよ、誰だよとかって言ったんですけど、覚えてます覚えてます、もちろん。誰くんだったか。ごめんなさい、本当にごめんなさいね。で、くる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 。キリリリリリリリ。ようちゃんはこんなところ何してんだ？俺はこの辺りの山に調べを研究しているじいさん隠れ住んでるって探しに来たんだ。山のどっかに隠れているのかはわからないけど。そうそうそう。なんか、だめだ。律儀にまた全部読もうとしてた。よ、危な！危ないっちゅうのよ。もう結局この上、山は上でしょ？この上でしょ？ここが危ないんすよ。だからもう盾を装備しつつ、そう。うっと、やばすぎ、ここマジで。これね、泳げるかどうかがナムサンハイパーなんですけど、泳げた。危ないし、回避したわけじゃない。よし。え？あ、じゃあ上か。上しかねえな。怖い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 。おわ！あ、やばい、潜れるなんかかと思ったんだよ。来ましたよ、なんか。プクちゃんだ。あ、そうだ。今は、もう盾装備してたからあれだけど、ちゃんとね、水の中でも触れるんですよ。プクちゃん。夢島思い出しますね。でも本当だ！夢島ほどもう、あ、マリオとすごいコラボしてるって感じはもうみじんもなくなってるね。プクちゃんぐらいだわ。あ？あ、え？出られ、わしは時の研究家トッキーじゃ。あれ誰？長年の研究の結果を時を進めること、調べの謎を解明。あれでもリペアさんじゃなかった？しかしここに来て行き詰まったのじゃ。山彦を受け、流れは行く。とは何のことじゃろう？あ？踊ってる場合じゃないですよ。あ、やってた。あ、でもよかったんだ。それ山彦の調べ。そのミラ、え、めっちゃ偶然。もう一回喋ろうと思ったら、この、ね、盾ごとがさ、反応して物語すんだ。めっちゃ偶然。研究に至れりなのじゃ。これでわしに残されていた謎が解けるぞい。研究に入るぞ。作曲。お。子守歌にはできねえな。わあ！爆発した音がしたけど。調べを知る者よ。お主にこの調べを授けよう。時を流れていくことができる流れの調べじゃ。この調べを奏でれば、その場でも、元の時代。マジで？元の時代でお主の行けないところに出てしまったら昔に戻されてしまう。なるほど、なるほど。めっちゃいい音楽に変えられてるじゃん。すごっ！トッキーさん、すごっ！盾ごとを装備するときに選んで奏でよう。え、じゃあもうここでやってみましょう。めちゃくちゃやで。はしごの上で盾ごと弾いた男。昔に戻、ちょっと、お前。それはやべえど。頑張れ頑張れ。やばい、やばい、ちょっと待って、やばい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 。やばい、やばいやばい。すっげえトイレ来て。すごいトイレ来て。いやー、もう大丈夫か。ちょっと波が、
あーよかった、引いた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 。さっきとんでもなかった。ちょっ、もうね、このゾーラ族へのヘイトやばい。偏差打ち危ない、もう。ここ超えるのもまた一苦労でさ。で、カヌレか、ゲノムか、ミノムかわからないけど、ミを持ってたね。剛速球だな、結構。ちょっともう、吹っ飛ばしたろか、あいつ、マジで。ここまで来たのなんか10分ぶりぐらいな気がする。ほら、打ってくるとこ怖っ。なんでやねん、ちょっと勘弁して、防いでた、ふうんだ。ゾーラが本当に立ち悪いのよ。防げない。で、なんか、物の段差というか、高低差。ガン無視する攻撃。偏差打ち。あの顔。もうすべてが憎らしい。一体ちょっとここら辺引いてやろうか、ちょっとね。あ、ほんとに。大地が変わるっていうのか。どう？ちょっと待って、ここで変えよう。これ避けられる自信ねえわ。何？ん？あ、これあれか！戻れるやつだよな。じゃあちょっと待って、こっち行っても上はダメなんだろ？でも結局この今で、うわぁ、そうそうそう、こっち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 行った時、ここじゃない？頼む、虚しく響くなんてそんな、こんないい音色がさ、あぁ！で、こっちにも出てくんの？いろいろ探索してみたんすけど、ここじゃね？てか間違いなくね？ここで、流れの調べ食らわして、いいよ、いいよ、いいよ。こっちってさ、あれだべ。ほら、来た！ここね、乗り、危な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 。難易度おかしい、ここら辺、マジで。これ、大山フィフィいる。あそこにも山彦の調べ。いけ、何？え、なんか砂みたいなの動いてなかった？そんなことない？これはやばいよ、ほんとに。超むずいよ。燃やせる。いいよ。いいですね。いいですね。フィー！お前ら怖くねえな！よし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 。こっち下行ってみよう。そうだ。南に、え？なんか沈んでるよ？もうやめて、もう！ぐわあ、痛くが書いてくれた方が良かったな。よし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 。怖いね。よっしゃ。うわあ、なんかほら、なんかストレス、ストレスじゃない、スレス、スレス、スルスルスル。なんじゃここ。ん？なんか沈んでるんだよな。え、泳げるよな。泳げたところで何もできない、あんなところは。え、いや、待てよ。流れを、変えてみようじゃないか。どうかね。ダメか。一応ここでも。お、流れのメロディほんといいわ。ダメかな。ダメか。気になるのはこの上っすね。あ、多分、十中八九、山彦の調べの文様が出てくるんでしょう。そういうことですよね。ん？あ？こんなとこに着いた！え、何？洞窟じゃん。え、そう、大丈夫か？大丈夫じゃなさそうじゃねえかよ。いや、敵はとりあえず出てこない。え？あ？何これ？え、何これ？え、怖っ！怖っ！ちょっと怖っ！こっちから出たらどうなるんだろう？さっきのそのなんか、塞いでるなんか、え、何これ？触れる？
あ、岩が、あ、せき止められて滝から。はいはい、なるほどね。水の流れが変わったんだ。で、こっちを受けるようになったってことじゃん。受ける。けど、下の流れが変わってくれてるんだという願いを込めて。あ、ちょっと待って、こっち、これ、こうするとどうなんのかな？こうするとどうなんのかな？ツタが生えてるわけよ、今。これは楽しくなってきたね。時空の書ここに来て。これは謎解きですわ。いきます。ここでは。ちょっとこれ泳げます？大丈夫だよね。よしよしよし。わあ。これ調べてもダメなのかな？ダメなのかな？まあダメだよね。おわっ！くそ！もう一発しかねえ残り。まあいいか。上に行くだけだったらもうそんな無駄打ちしなくてもいいんじゃない？はてなのみ。ああ、怖い。ぶち当てて、うわぁ。うわぁ、ちょっと待って。待って、ごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさいね。あ？固まった？固まっただけ？今だ！ここは、改めて山彦？なんか、その、なんか、リペアさんかなんかで、出会える気してないけど、今。戻ってきました。上に行って、戻る？こっちでいいのかな？あ、でも進めない、進めない。じゃあ一回戻って、昔のままで進まなきゃいけないんだ。ここっすね。ここやべえ。ちょっと待って。剣の方がいい気がする。タコさん？タコさん？いいよ！落ち着いて。落ちてきたよ。あ？わ？不毛の、出た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 ！ここじゃん！あ、ちょっとこれ無理だわ。バカじゃないほんと。もうここら辺にしとこう。さすがにここ越えるの多分無理だと思う。でもダブルエントリーし、いや、怖っ。ちょっとタッチ。いや、頼むぞ、お前、ほんとに。じゃあ、マグルごと保存。それでは次回はこの復元の壁に迫りたいと思います。はい。唐揚げ降ってくるよ。